んにちは、私西崎源蔵と申します。ちょっとお茶目な67歳ですじゃ。好きな色はラクダ色、好きなものは渋いお茶、趣味は孫娘の着替えを覗くことぐらいですかの。この孫娘っちゅうのがこのところ急に女っぽくなってきて、なんかこうドーンっていうかムチムチっていうか、え、わしゃ邪魔だと。あ、そうか、そっちは悪かったの。もうおじいちゃんたら。あ、ごめんね、西崎弥生です。今ジェットスキーとかウィンドサーフィンにハマってます。おかげでほらこんなに日焼けしちゃった。
今何時？もうそんな時間か。そろそろ帰ろっと。私着替えてくるからおじいちゃんと遊んでてね。じゃ、また後でね。こりゃ、のどくんじゃない。こんにちは、綾乃と申します。双子座生まれの17歳です。写真部の部長などやっておりますが、本日私はモデルをしなくてはいけないことになってしまい、どのようなポーズをしたらよいのか迷っております。え、メガネ外すのですか？はい。
ためですもの、仕方ありませんのですね。でもここから先は部員の方以外はご遠慮願いますので、お外で待っていてくださいね。お待たせいたしました。私今大変恥ずかしい気持ちですので、これで失礼いたします。どうかご気分を悪くなさらないでください。ごめんください。